オハイオ川に、オルムステッド公門を建設するために、イリノイ州オルムステッドに設けられた、過去遺跡モントゴメリーポイント公門の建設に際して、設けられた、過去遺跡、ラベルの修理に用いられた、過去遺跡過去遺跡あるいはコファーダム。コファーダムは、水のない環境で作業を行えるようにするために、水の中に囲いを建設して、その中の水を、ポンプで汲み出せるようにした、構造物である。 一般的に石油プラットフォームや橋、ダムなどの建設と修理に用いられる。過去遺跡は通常鋼鉄を溶接して作られた一時的な構造で典型的には作業を終了後に撤去される。シートパイル、外部の厚板、交差ブレースといったもので構成される。造船の分野でも船を修理あるいは改造するにあたってカンドックに船を収容することが 現実的でない場合には過去遺跡を使うことがある。この例としては、船の延長工事といったものが挙げられる。この場合、船は水上に浮かべたままの状態で船体を二つに分割する作業を行って、その間に船を延長するための新しい部分を挿入する。船体自体に直接過去遺跡を取り付けて、その中の水を抜き、そこに人間が入って、船体の統治切断が行われる。 その後船体の前後を引き離して、間に新しい船体の部分を挿入する際には、一旦過去遺跡が取り払われる。船体の前後と新しい部分を溶接してつなぎ合わせる際に、過去遺跡が再び設置される。これを行うのは高くつくことがあるが、カンドックを使ってやるともっと高くつくことがある。過去遺跡は、浅い水域で沈んだ船の修理に用いられることもある。例えば、 アメリカ海軍の戦艦メインやロベール・カブリエ・ドラサールの探検に使われたラベルなどの例がある。2010年メキシコ湾原油流出事故において石油流出を止めるために株が解放された構造の100トンの計算を深さ1マイル以上の海底に沈めたがこれも過去遺跡と呼ばれていた。メタンが冷たい海水でメタンハイドレートを形成して原油の吸入口を塞いでしまったため この作戦は失敗に終わった。船においてバルカヘッドや甲板など二つの防水区画の間を隔てる空間もコファーダムということがある。船のコファーダムは何もない空間であることもあればバラストを入れる空間であることもある。船のコファーダムは通常石油や化学物質などが他の機械室に侵入しないようにするために設置される。 互いに混じり合うと危険な反応を起こす物質を同じ。船で輸送する際には、その間に一つかそれ以上のコッファーダムが必要である。二重尖閣の船体とタンクの間の空間は同じ目的を持っているが、コッファーダムと呼ばれることはない。ありがとうございます。